さんマジでかっこいいんだけど、どうしよう私。マジでかっこいい、ガイさん。ガイさんの T シャツ欲しい。ここにガイさんがめっちゃかっこよく乗ってる T シャツ欲しい。毎日ガイさんと一緒にいたい。私五条悟と浦飯祐介の T シャツ主に大事にしてるんですけど、ちょっとガイさんの T シャツも欲しい。いや私もうケイコちゃんになりたかったんだけど、あのミコトちゃんになりたいもんだってケイコちゃんにずっとなりたかったんだけど、今私ミコトちゃんになりたい。浦飯祐介やっぱ中学生だからさ、ちょっとねミコトちゃんになりたい。現実的に考えて。いやなんか一番誰が好きっていうか、それぞれみんな好きになったって感じかな。一番選ぶって難しいけど、結婚したいのは誰ですかって言われたらガイさんです、うん、ガイさんと結婚したいです、うん、あとみんな好きです、うん、普通に好きです。でも結婚したいのはガイさんです、うん、ガイさんもともとかっこいいと思ってたけど、ファイナルのガイさんマジでかっこよかった、うん、本当にかっこよかったです、うん、マジでかっこよくて、ちょやばかった。ガイさんの顔が映るたびにかっこいいって思って。いやいや、いや分かってるよ。私がミコトちゃんになればいいんだろ。分かってるよ。いやマジで見てよかったわ、本当に。ミコトちゃんになるにはどうしたらいいって言いたいところだけど、終わり方がこんな感じなので、本当にみんなが無事でいてほしいって心から思いました。